こんにちは。なんでこんな格好なのかというと、今お風呂上がりなんですね。体が温まっている、しかもこうしっとりしている状態の方がクリームの伸びもいいですし、刺激に対して筋肉が柔らかくなっているので痛くないんですね。実は私は最近太ってしまいまして、セルライトとかもやばいことになったので、これセルライト用のマッサージクリームっていうことで Amazon で探して購入したものです。これがまず電源を入れて、こっちが温熱ですね。なんか1,2,3,4,5 段階ありますね。一番またそれぞれ低い方で、こちら陰圧ですね。これでグーって吸うようになります。でこれを当てて吸いながら滑らせることで、まあマッサージ効果と、まあですね、カッピング効果が同時にあるんですね。でカッピングをすると結構こう肌を引き締めたりとか、血行を良くしたりとか、コリをほぐしたりということができます。でセルライトをある肌もちょっと滑らかに整えていくっていう作用が期待できますね。ただこちらは結構痛いですし、タイマー機能とかがないんですよ。でまあこうやって動かして使う分には寝ちゃうとかはないと思うんですけど、なんかカッピングの状態で、なんか気持ちよくてそのまま寝ちゃうとか、ちょっと長時間って言っても、私これに前これを前に首のところにつけてて10分ぐらいやってたらもう跡が消えなくなっちゃったことがあって、今もうっすら残ってるんですけど、そういうちょっと危険があります。温熱もあるのでちょっとやけどとかも起こりえるので、まあ、これ日本のメーカーのものではないので多分安全基準とかも違うんですね。なのでちょっとお客様には使えないなっていうことで、今すごい赤くなってきましたね。痛いです痛いんですけど、結構これでだるさとかは改善されますね。で肌も滑らかになっていくので、この膝周りのお肉とかにもかなりいいんじゃないかと思います。年取ってくると膝がでかくなるじゃないですか。なのでこういうところを、膝のお皿に沿って周りをマッサージしますね。吸いながら磁力の効果もあるので結構コリの改善に。いいと思います。で、これだけだと、やっぱりこの面積が大きいので、細かいところがしづらいので、ここでここ、カッサも使って、これ Amazon で買いました。500円前後だったと思います。こういう、くるぶしの周り、くるぶしの周りですとか、こう足首裏側ですとか、腱のところ、アキレス腱のところとか、こういう細かいところはこのカーブのカッサを使うとやりやすいです。こっちの方ですね、
本当はちょっとももの上の方とかもやりたいですし、ひどいのはこのももの裏とかお尻の方なんですけど、まあちょっとそちらは YouTube 的に難しいので今は膝下をやっています。はい、でこちらやりました。クリームの量は適当です。足の乾き具合とか面積とかによっても違ってくると思いますので、まああと何をどのクリーム使うかでも違うと思いますので、まあ、自分で適当に様子見て塗ってください。ちなみにこれ価格なんですけど、2つで15,000円ぐらいで買いました。なんか購入先はあれです、海外のサイトですね。痛い。あ、セルライトケアって痛いんですよね。やっぱ膝周りを円を描くようなって言いますかね、このお皿に沿って行います。割とこの膝上にお肉が乗るんですよね。先ほどと同じように細かいところはカッサ使います。これは結構気持ちいいです。ね、こんな感じで膝下を集中的に流しましたのですっきりしました。はい、っていうこういう形で今日は足のセルフマッサージ機械を使ったバージョンでお届けしました。
まあ、こんなことやってますよという感じで、これ自体の商品紹介というほどのことではないです。あのタイマー機能がないとかおすすめできない部分もありますので、参考にするぐらいで楽しんでいただければなと思いました。ご視聴ありがとうございました。 See you.